公益財団法人日本プロスポーツ協会会長麻生太郎よりご挨拶申し上げます。麻生太郎です。大変年末お忙しい中にもかかりませず、大勢の方々にここまで足を運んでいただき誠にありがとうございました。第53回になります。2023年度日本プロスポーツ大賞総理大臣杯授賞式を執り行わさせていただきたいと存じます。本日はイーボミ選手の関係もあるんだと思いますけれども、 Thank you very much for participation from all the way from Korea ambassador and Mandro Kadero-san and many, many other ambassadors to Japan. Thank you very much for your participation. さて、今年のプロスポーツ界も数多くの面白い感動させる出来事があったと思っておりますが、3月のワールドベースボールクラシックでおきましては、侍ジャパンが3大会ぶり3度目のいわゆる優勝を果たしておられます。そして10月にはアメリカの野球メジャーリーグにおきまして、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平選手がアジアの出身選手としては初めてになりますアメリカンリーグのホームラン王に、そして11月には阪神タイガースが、オレックス・バファローズとのいわゆる関西決戦を制して38年ぶりの日本一に輝くなど、日本中が野球に沸いております。また車椅子テニスでは小田凱人選手は史上最年少17歳1ヶ月で四大大会の一つでもあります全仏オープンで優勝を飾りました。プロボクシングの井上尚弥選手、スーパーバンタム級の転向後も輝し活躍をされ、世界4階級制覇を成し遂げておられます。陸上競技では北口榛花選手が日本の陸上女子フィールド種目でオリンピック世界選手権を通して史上初めてとなる金メダルを獲得しました。一方、今年スポーツ界の発展に大きく貢献をしてきた選手の皆様が現役の引退を発表しておられます。プロ車椅子テニス国枝慎吾選手、プロボクシングの村田亮太選手、そしてプロサッカー選手の小野伸二選手、そして女子卓球界の石川佳純選手、女子プロゴルフの井もみ選手、数多くの功績とともにいつまでも皆様の記憶に残られるんだと思っております。今申し上げたようなプロスポーツの選手の見事な活躍、我々は大いにそれに感動を受け、そしていろいろ勇気づけられもしたんだと思っております。力を与えてもらっていると、多くの日本人の方々がプロの試合を見ながらそう思ってこられ、元気になり大いに日本を盛り上げてくれているんだと、皆様方の努力というものに対して心から敬意を表するものであります。そしてここに栄えある式典には三菱自動車工業をはじめご協賛をいただいております各社から多大なるご協力をいただきましたことに関しましても心から感謝を申し上げる次第です。結びに公益社団法人日本プロスポーツ協会の加盟団体、またスポーツ界の皆様と協力して、今後もプロスポーツ界の発展と、そして多くのスポーツファンにいろいろな話題をお届けするため、我々は一層努力していることをお誓い申し上げて、冒頭開催にあたりましてのご挨拶に変えさせていただきます。
この大臣杯につきまして、総理大臣杯につきましては、後ほど岸田総理がここにお見えの上で手渡されるという段取りになっております。よろしくお願い申し上げてご挨拶で伺います。ありがとうございました。そしておめでとうございました。